皆さんこんこににちはいいいつも動画をごご視聴いただきままして誠にありがとうございますえー、30回目ぐらいになりました「アンティークコイン買うべし」なんですがどうもですね、えー、金貨も世界中にプロの方々にお問い合わせしてるんですが全くあの集まらないっていうか買えない状態がここ1ヶ月ぐらい続いてますよね。 例えばですねこれ動画でも何回かご紹介しましたオーストリア4ダガット金貨、まあ、リストライクなんですが、まあ、これでも1920年前後に作ってるものなんですけど、まあ、世界最高に綺麗な紋章相当の和紙ですよねフランツ・ヨーゼフさんあの国府と言われている方なんですがまああのこれがですね次のページいっていただくと。 これ107枚鑑定がある第2位のものなんですが第1位1枚第2位これ第2位第3位ですねこれはね正確にはねほとねここで157枚ぐらいあるんですけど私あのこの6869の中から15枚ぐらいヨーロッパから輸入して今年の2月3月ぐらいに 動画視聴者の方々とかにすごい割安で、まあ、20万とか40万ぐらいで、まあ、そのままお譲りをしたんですがやっぱりその後も「これがあれば欲しいです」っていう方からニーズ聞いてるんですけどここのところね世界中どれだけ探しても全く見つからないんですよえここれがまあ70は別として6869が。 ここまさに1ヶ月全く見つからないんですね。123件のプロにお願いしてるんですよ。ということはままさにないってことですね。もう皆さん持って手放さないと割安だし、安いのでとうん。いかにね。圧倒的に現物が枯渇してるのかなということがよくわかります。 ちょっと失礼な言い方をすると一人の方だけにお願いしててもそれはちょっと見落とされてるところもあるかもしれませんが結構ななな数の方にお伝えして探してててて探もいいっっこことはないってことはですよね、はい、で今こういうのが同じく1915年のオーストリアのリストライクで今度はまあこれ最晩年のフランツ・ヨーゼフさんですから。 まあお亡くなりになる直前ぐらいの感じの肖像なんですがこれは第2位の鑑定の11枚あるトゥルーフのの方にななりますすさっきのはあの MS なんですけどねちょっとあの紋章は若干簡素化になってますが重さもあり直径も大きくまあ写真より現物の方が圧倒的にきれいな1枚の一つなんですが。 ここれがでですすねね枚数こんんなな感じ鑑、ね、定枚数も少なく今これ第枚しかないとまあここの42枚のものをお買いになるといいと思ってるんですがこれでまだね60万円台ぐらい70万円台ぐらいなんですよ。ということでまあこれはたまたま若干枚数があったりしたんですがもうほとんどこういう値段で 購入がができる金貨っていいいううものが全くないっていうのが今の現状になります。ぜひですね「インフレに備えろ」のコーナーでもお話をしてるんですが金 ETF より現物の金や金貨アンティークコイン等でしっかりとインフレに備えた方がいい時間帯に入ってきてしまっておりますのでもう一度ペーパーマネー100円 に対して実物資産20っていう割合をもう一回ちょっとよく検討していただいてね構成をこの年末にかけて見直していただけるといいんじゃないでしょうかそういう時にこういうものも活用していただけるとよろしいかと思いますぜひ本編の方ではもっといろんなコインについてお話をしておりますので一度覗いてみてくださいいつもご視聴のほどありがとうございます